ギルド、アルバレス帝国、正確には、ギルドではなく、国である。もともとは、数百あるギルドがあったが、すべてを統一して作られた国が、アルバレス帝国である。アルバレス帝国の皇帝、ギルドマスター的な役職にいるのが、ゼレフ・ドラグニル、作中で一番大きいギルド、というか、国であるが、統率が取れており、反乱もない。幹部のスプリガン12によって統率されている軍事組織の面が強い。組織的には自衛隊や軍のような感じだろうか。そのため、上司の命令が絶対で、逆らうことはできないかもしれない。ギルドが抱えている主な問題は、特にないように思われるが、他国に戦争を仕掛けるという時点で、国際条約的な観点でアウトだろう。ギルド、グリモア・ハート、フェアリーテイル2代目マスター、プレヒトがギルドマスターを務める闇ギルド、プレヒトはハデスと名乗っている。すべての活動はゼレフを求めるためのギルドである。メンバー構成は様々であり、危ない魔法を使う者が多い。しかし、しっかりと統率はされている模様。闇ギルドだが、軍隊のように統率が取れた集団であり、ギルドマスターへの負担はそんなに高くないように思える。きっと、幹部の煉獄の7眷属が優秀なのだろう。ギルドが抱えている主な問題は、フェアリーテイルへの暴行に対する、傷害、殺人未遂、フェアリーテイル所有の天狼島への侵入に対する、不法侵入などである。ギルド、トワイライト王が、天狼島消失後、ナツたちが行方不明になっていた7年の間に、マグノリアにできた新しいギルドである、鬼をモチーフにしているようで、ギルドマスターのバナボスタも鬼のような格好をしている、主に金融業をなりわいとしている模様、フェアリーテイルが財政難になった際、金銭面の工面をしてくれたギルドであり、フェアリーテイルもこのギルドには恩がある。若葉の娘もトワイライト王がに入りたがっていることから、ギルドとしての評判もそれなりに高い。しかし、その表面とは裏腹に異常な金利を吹っかけ、お金の力でフェアリーテイルを苦しめていた。ギルドメンバーもお金の徴収時に暴力を振るっていたり、完全に、やからである。ギルドが抱えている主な問題は、フェアリーテイルへの正当でない利子に対する、暴利詐欺など、おそらく、一般市民に対しても同様の犯罪をしていると思われる。最終的には、怒ったマカロフ、ミラジェーン、エルザにボコボコにされた。ギルド、ゲットシェルター、ウェンディーのために作られたギルド、ギルドマスターのローバウルや、ギルドメンバーたちは、すべて四年体のような幻。厳密に言うと、ローバウルが四年体のような存在で、ローバウルがギルドメンバーの幻影を作り出していた。幼いウェンディーが悲しがらないように、ローバウルが優しさで、偽のギルドを作り出していた。オラシオンセイスの討伐連合軍として、ゲットシェルターも参戦していたが、ウェンディーしか送り出すことができなかった。ウェンディーのためとはいえ、偽のギルドを作成したり、討伐連合軍に迷惑をかけたり、など、現実世界の場合、かなり問題である。ギルドが抱えている主な問題は、ギルド設立申請の虚偽に対する、文書偽造など。ギルド、セーバートゥース、天狼島消失後、ナツたちが行方不明になっていた7年の間に、フィオーレ王国最強となったギルド、ギルドマスター、ジエンマによる恐怖政治で、力をつけていたようだが、弱者に対しては冷酷であり、レクターを消滅させようとしたり、ユキノに対して全裸土下座を強要した。一般市民もセーバートゥースには話しかけづらかった模様。ギルドが抱えている主な問題は、レクターの消滅未遂に対する、殺人未遂、敗北は許さないという無茶なパワハラ、ユキノへの全裸土下座強要に対するセクハラ、など、また、ミネルヴァが、タルタロスに加入した件も含めると、世界から魔法をなくし、秩序を乱そうとしたことに対する、国家反逆罪もある。その後、スティングがマスターになり、一気に和気あいあいとしたギルドに変わった。
ギルド、クワトロケルベロス、硬派な男が多いと思われるギルド、ギルドマスターであるゴールドマインは、犬の首輪のようなものをつけている。このギルド、作中では、全く印象がない。唯一、エルサと同じ実力を持つバッカスが一時期フォーカスされたが、それ以降、うんともすんとも言わない状態で、全く活躍しなかった。扉絵でのメンバー紹介も、まとめて1ページで紹介されるほどの適当っぷり、男ばかりのギルドなので、男子高校生のようなノリが多いかもしれない。ギルドが抱えている主な問題は、対決の勝敗で賭け事をする、賭博罪。ギルド、ラミアスケール、フェアリーテイルと同じく、個性豊かなメンバーが揃ったギルド。聖天大魔導士のジュラも所属し、ゴッドスレイヤーのシェリア、氷の魔導士のリオンなど、実力的にも評価は高い。ギルドマスターは、オーバババサーマというおばあちゃん。オーバババサーマがギルドをまとめているというよりは、聖天大魔導士のジュラやリオンなどのしっかりメンバーがまとめているイメージ。個性的なメンバーが多いが、常識的な範疇で行動するメンバーであり、目立った問題児はおらず、フェアリーテイルよりもおとなしいイメージ。しかし、過去には、デリオラを復活させようとしたメンバーもおり、人に歴史ありである。ギルドが抱えている問題を、あえて言うなら、ガルナ島での勝手な儀式による、先住民たちへの迷惑行為、軽犯罪法など。ギルド、ブルーペガサス、メンバーの約9割が美男美女で揃えられたギルド。ギルドは、ホスト、ホステスのような営業をしているようで、そのため、男性は黒服、女性はドレスのような服を着ているイメージがある。異性を見つけると、すぐに声をかけて、甘いトークをする人が多い。ナンパをすぐするメンバーが多いようだ。ギルドマスターのボブは、女装した太いおっさんである。マスターのボブは、道徳的に許せないことがあると、怖い顔できちんと怒るようなので、ギルド自体に大きな問題はない様子。ギルドが抱えている問題を、あえて言うと、ナンパをすることで発生する軽犯罪法。ギルド、レイヴンテイル、マカロフの子供であり、ラクサスの父親である、イワン・ドレアが、ギルドマスターの闇ギルド、天狼島消失後、ナツたちが行方不明になっていた7年の間に、正規ギルドになっていた。正規ギルドなので、過激なことはしない、と思いきや、大魔闘演武では、不正を働いて、ウェンディーを闇討ちしたり、ラクサスを集団で襲おうとしたりした。目的のためなら、手段を選ばず、そのためなら何でもするギルドである。また、失敗をしたメンバーには厳しいようで、フレアは折檻されていた。根拠はないが、おそらく、イワンは、自分の失敗や、部下の失敗は、すべて部下に押し付けるタイプ。ギルドが抱えている問題も、すべて他人のせいとして片付けるだろう。ギルドが抱えている主な問題は、フレアの折檻、ウェンディーの闇討ち地に対する、障害、大魔闘演武の妨害に対する、軽犯罪法など。ギルド、クリムソルシエール。正規ギルドではなく、闇ギルドでもない、独立ギルドである。ギルドマスターという役職はないが、設立したのは、ウルティアとメルディー。上司、部下という関係もない。団体で行動はするが、基本個人での実力による活動が多い。そのため、ギルドメンバーとしては、相応の実力が必要。新進気鋭のベンチャー企業のようなギルドである。ギルドが抱えている主な問題は、正規ギルドじゃない状態での活動に関する、軽犯罪法、評議員からの脱獄に関する、逃走罪など、作中では、最終話で正規ギルドになった。正規ギルドになった際は、JR が代表して報告を受けていたため、ギルドマスターはおそらくジェラールになるだろう。ギルド、タルタロス。幹部全員が、ゼレフ署の悪魔で構成された闇ギルド。ギルドマスターは、END。ただし、勝手にマスターとして祀られているだけで、実際にギルドマスターとして、ギルドを動かしているのは、バルドギールである。ギルドのスタイルとしては、
目的を達成するためなら、どんな手段をしても問題ない、というスタイル。マルドギールから部下へ指示するシーンは見当たらず、実態は、ギルドを動かしているのは、幹部のリーダー格、強化であり、報告だけマルドギールにしている模様。マルドギールは優しいマスターかと思いきや、行動や言動に対して罰を与えるなど、結構難しいタイプの性格。何を言っても怒るタイプかもしれない。好き勝手やって、怒りたかったら怒る。ブラック企業の独裁政治的な社長のようだ。ギルドが抱えている主な問題は、フェアリーテイルへの暴行に対する、傷害、市民の大量殺人に対する、殺人、フェアリーテイルギルド建造物破壊に対する、建造物損壊、魔法をなくして秩序を壊そうとしたことに対する、国家反逆罪、など。ギルド、ファントムロード、作中で初めてフェアリーテイルが、構想したギルド、正規ギルドではあるが、野望を持ったギルドマスター、ジョゼポーラが危ない命令をギルドメンバーに指示している。ルーシーの誘拐や、レビーたちへの暴行、マカロフを危篤状態にさせるなど、やっていることは犯罪である。エレメント4やガジルも所属し、かなり危ない連中だったが、ファントムロード解散後は、ガジルやジュビアが悪い奴ではないことが分かったり、トトマルは子供教室を開くなど、根はいい奴ばかりだった。上司が悪いと部下も悪くなる典型例である。ギルドが抱えている主な問題は、フェアリーテイルメンバーへの暴行に対する、傷害、ルーシーの誘拐に対する、誘拐罪、フェアリーテイルギルド建物の破壊に対する、建造物破損、など。ジョゼは、聖殿大魔導士の称号を持っていたが、フェアリーテイルとの抗争後、称号を剥奪され、ファントムロードは解散した。ギルド、フェアリーテイル、主人公の夏が所属しているギルド、個性的なメンバーが多い上に、問題も多い。しかし、ギルドマスターであるマカロフは、ギルドメンバーを信じており、あまり気にしていない。評議員の顔色を気にしながらも、皆を信頼している良きマスターであり、ギルドメンバーからも慕われている。だが、エルザ、グレー、夏がチームを組んだ際は、冷や汗を流しながらその場に倒れ込んだ。例外はあるようだ。ギルドが抱えている主な問題は、メンバーが街を破壊する、建造物損壊、いろいろなギルドとすぐ喧嘩して殴る、傷害など。ギルド、オラシオンセイス、ギルドマスターは、プレイン。幹部メンバーは、プレインによって、才能を見出された。子供たちで、もともとは、楽園の塔建設のために働いていた子供である。幹部の各々が、独自の祈りを持っており、その祈りを叶えるために、行動している模様。ギルドマスターのブレインが、設定した目的を、達成するために、幹部が協力するようなスタイル。上下関係のようなものは、あまり見られない。しかし、マスターと幹部は、親と子供のような関係であり、見えない親子関係のようなものがあるように思える。一度依頼すれば、あとは結果を出すまで待つ、というような感じなので、ブレインはとても楽だろう。ギルドが抱えている主な問題は、討伐連合軍への反撃に対する、傷害、カレンリリカの殺害に関する、殺人。ニルバーナを使った秩序を乱す計画に対する国家反逆罪など。